誰がセンシティブボディーだ。どうかされたんですか？頭。最近さ、はい、ちょっと怒ってることがあるねん。珍しいですね。何があったんですか？みんなさ、動画のセンシティブ判定って知ってるねん。刺激的なコンテンツとかにつくあれですか？そうねん。例えばニコニコの場合、投稿動画の内容が性、暴力、残虐、グロテスクなど青少年への配慮が必要な内容と判断された場合、こんな感じでサムネとか動画内容がランキングで見れなくなったりするねん。ふむ、 YouTube だとおすすめや関連に乗らなくなったりするねん。ほう。私最近食らいまくってるねん。いやでも、なぜかニコニコだけでセンシティブ判定食らうねん。それは不思議ですね。そうねん。だから今回はこの動画がセンシティブはおかしいって文句を言いたいねん。なるほど。ではどうぞ。まず、センシティブ判定を食らった動画、一つ目はこちら。ドン。はい、センシティブ。じゃないですね。これはですね、アウトです。そんな、納得いかない。ニコニコさん、どういうことですか？いや、君はダメでしょう。常識的に考えて。正論で草。でも、キタチンはセーフだったじゃないですか。思いのほか強いカード持ってんな、こいつ。ちっぽはよし。納得いかねん。中、このニコニコさんはゆかりさんの妄想です。公式とは何の関係もございません。まあええねん。問題は次ねん。はい、どうぞ。ドン。これセンシティブ判定なんですか？これは別に変なワードも入ってないし、内容も超健全なのねん。それはどうだろう。なのになんでセンシティブ判定なのねん。答えるねん。いや、オタクくんさ、和青少年が傷つく可能性あるでしょ。私もね、こんな可愛いギャルにこれ言われたらね、興奮しちゃうよね。おい、なら仕方ないねん。今の説明で納得するやつ存在すんの？じゃあこっちはなぜねん。いやー、埼玉まはダメでしょう。H すぎるでしょう。その証拠に、私も興奮したしね。おい、なら仕方ないねん。おい、じゃあこれはどうねん。ああ、これは食らっても仕方ないやつ。これはセンシティブ判定なし。なんでや。なんで判定食らわないねん。食らわせやめろ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 。本当に食らったらどうすんだ。お前やめろ。あ、このサムネはセンシティブですわ。ダメ、絶対ダメなやつですわ。でも、やっぱよし。なんやねんこいつ。中、このニコニコさんはゆかりさんの妄想です。公式とは何の関係もございません。多分ね。え？センシティブ判定にはサムネとタイトルが大きく影響してると思うねん。まあ、そうかもしれませんね。どこまでが良くてどこからがアウトなのか、検証してみるねん。はあ。というわけでタイトルがすごいことになりました。これ検証のためかよ。とりあえずセンシティブ判定食らった動画のタイトル全部ぶち込んだねん。何しとんねん。これでこの動画がセンシティブ判定食らうかどうか試すねん。何か分かったらまた共有するねん。この度は大変申し訳ございませんでした。